トリュブナー作、アレクサンデル6世の子、ヴィルヘルム・トリュブナーは、ドイツの画家である。ハイデルベルクで、金細工師の家に生まれた。父親の仕事を継ぐために訓練を受けていたが、1867年にアンゼルム・フォイエルバッハと知り合い、画家の道に進むことを勧められた。1867年からカールスルーへの美術学校で学んだ後、1868年からミュンヘン美術院でアレキサンダー・バーグナーに学んだ。ミュンヘンで開かれた最初の国際美術展で、ギュスターヴ・クールベやヴィルヘルム・ライブルの作品を見て感銘を受けた。シュトゥットガルトのハンス・カノンに学んだ後、1870年にミュンヘンに戻り、ヴィルヘルム・フォン・ディーツに学び、同僚の学生のアルベルト・ラングやその友人のカール・シューフといった画家たちとバイエルン・シュバーベン地方のシュタルンベルク湖の風景を描いたりした。この頃、ライブルと個人的に付き合うようになり、美術学校の教育に頼らないように助言を受け、ミュンヘンにラング、ハンス・トーマと共同でスタジオを持ち、リブル、クライスと呼ばれるライブルのグループと親密な関係を作った。1872年からドイツ国外を旅し、イタリア、オランダ、ベルギーを旅し、1875年の帰国後、ミュンヘンに住んだ。トーマやロビス・コリンとマックス・スレイホークとマックス・リーバーマンといった分離派を創立する画家たちと交流した。1889年にベルリンの画廊で展覧会を開いた。その後、風景画に戻り、1895年からフランクフルトに住み、州立美術学校で教え始め、1898年に教授となった。1900年に教えていた学生と結婚し、1903年に息子ができた。1892年、1898年に美術理論の著作を発表した。1903年から1917年の間は、カールスルーエ美術学校の教授を務め、1904年から1910年の間は、校長も務めた。第一次世界大戦中に、ドイツの知識人93人が発表した声明、93人のマニフェストに参加した一人である。美術品のコレクターとしても、仲間の作家の作品だけでなく、ルーカス・クラナッハなどのルネサンス期の作家、イタリア、オランダの巨匠の作品を収集した。東洋の美術品も収集し、東洋美術の展覧会の開催に貢献した。1917年にベルリン美術院に招かれたが病気で辞退し、同年カールスルーエで没した。ありがとうございます。